はい、こんにちは、今です。はい、今回ですけども、ひねりについて、喋っていこうかなと思うんですけども、まあ、実践で、まあ、何個かやっていこうと思うんですけど、まず、まあ、僕が思うに、皆さん、この B 級の方とか、C 級の方とかが、一番最初にひねりを覚えるときに、難しいなって思うのが、この切り返しっていうやつなんですけど、まあこういう配置なんですけど、ワンクッション、まあもちろん3番はこのポケットに入れて、ワンクッション、ツークッション、スリークッションで、こっち側に返してくるようなひねりの方法なんですけど、この時に、まあどの辺を狙うのかとか、ひねりを見越すとか、どこ狙っていいのかみたいなのがわからない人結構いるのかなっていうことなので、その目安をちょっとお伝えできればなと思います。目安っていうのは球とかによっても変わる、つき方によっても変わるからってことですか？そうですね、球によっても変わるし、コンディションによってももちろん変わるんですけど、狙いの目安のつけ方みたいなのをちょっと解説していこうかなと思うんですけど、これためになるかどうかは分からないから、とりあえずやっていきます。この切り返しの球を狙うときにどこを狙うかって言ったら、左をひねんねんけど、狙いはこの辺、3番のこの面がありますよね、この曲がってるというか、はい、でそこに球を向ける感じ。本来の厚みはどの辺なんですか？本来の厚みはこう真ん中やと、ここに球を向けて真ん中つくんですけど、ひねるときっていうのは、まあ、若干まあこれ僕の球なんですけど、飛びが出るので、飛びっていうかずれるっていうんですか、はい、が出るので、だいたいこの辺にひねって球を向ける感じで、これまあ本当に球によって全然違うので、一概には言えないんですけど、まあ目安のつけ方、まあ例えば僕の球、完全にノーマル球ではないんですけど、少しずれる球です。だいたい真横これぐらいの導点をこんなに突っ込まずに、全然突っ込んでないと思うんですけど、ひねった球を逃がしたりするにまっすぐ出す。めっちゃ感覚的なことばっかり言ってると思うんですけど、多分、まあ、僕は結構その体の使い方というか、球の出し方のイメージを言葉で説明してるはずなので、そういう感じでちょっと考えてもらったらなと思います。だからここに球を向けた状態で、球はあんまり出さずに、よくこういう切り返しの球とかって胴点上を突く人いるんですよ。こんな感じでここから前へ押し玉で落とすイメージがあるから、みんな上突くんですけど、そうじゃなくて、本当にひねり、ここのワンクッション目のひねりをたくさん入れてあげるイメージで突きに行きます。で上突くとすごいシュートも難しくなるので、そしたら結構ひねりここまで来てるんですね。じゃあひねりが乗るポイントっていうのは何ポイント目で乗るんですか？もちろんワンポイント目で乗ります、はい、ここからの乗り、ひねりのかかり具合が一番大事なので、はい、例えばこれね、切り返しをうまくやる方法を説明するときに、これまあボールがない状態で、はい、ワンクッション、ツークッション、スリークッションで、ここにスクラッチさせるぐらいのイメージ。で、ここやったら、このツーポイントぐらいに入れに行くんやったら、絶対短めなんですよ。普通にじゃあ、突くと、絶対こう短くなるんですよ。これをひねりで伸ばしてあげる。その時に上のひねりやと、さっきとあんまり変わらないんですよ。上のひねりやと。あんまり変わらない。今同点が上なんです。上の、左なんですけど、もう一回つくんですね。うん。これを少しやっぱり同点を落として、バンドより少し下気味で、こうやってやった方が絶対伸びます。それは接地面が長くなるからってことですか？いや、単純にひねりの量、スピン量がやっぱ多くなる。スピンのかかり方が全然違うと思う。これが今胴点下げた状態でひねった形と、
上の状態で明らかにコースが全然違う。できる限りこう伸ばしてあげるようなイメージで入れに行ってあげるとラインも綺麗に切り返しができるようになります。ちょっとボールの下目で落ちるとここの辺入ってると思うんです。上でやっちゃうとシュートもやっぱり上の動点ってまあ前の動画でチラッと言ってましたね、おっしゃってましたね。そう、上の動点ってやっぱすごく難しいんですよ。カーブがもともとすぐ出るので上で一回つけますね。全然この辺を押したでしょ。はい、これをしっかり真ん中より下の動点でひねりをいっぱいかけるイメージでやってみます。じゃあ特につき方を変えてるとか何かをしてるわけじゃないです。こうひねった方向に指をまっすぐトンってですね、弾いてるとかですか？弾くっていうか乗せてくっていう感じです。ひねった方向にただポンって当てる。僕も最近プライベートとかでやってみたりするんですけど、はい、やっぱ回転数を上げたいと思っちゃうので、はい、力んじゃって急スピード上げすようと思ってショット自体も安定しなくなるし、はい、基本だからまあシュートがやっぱ一番メインで外れないように綺麗にひねってあげる。今はまあこういう切り返しであれば真ん中より下の動点をつく方がスピンの量も多いし上つくよりは絶対スピンの量が多いので、そういう先玉外れないようにひねってあげる。なるほどですね。大事なのはスピンの量を増やすってことなんですね。そう、なんか付き方でもやっぱ違うじゃないですか。結構僕とかはいっぱいかけたいってなるから、さっきも言った通りバチンってついちゃって、あれ回転かかる前に普段と同じ動きしてるみたいな。はい、この切り返しだけで言ったらしっかり回転をかけるためには胴点上つくよりも絶対下目の胴点で合わせる方がスピンもかかりやすいし先球も安定しやすい、はいはい、いう感じですね。じゃあ例えばこれ今切り返しだけじゃないですか、普段の練習とかでやってる時とかってどういうのをするんですか？ひねりの練習とか、例えば上のひねりを乗せなあかん時、土手とかもそうじゃないですか、しか使えない時とかもあるじゃないですか。そういうのも練習はしたりするんですか？土手の練習しますよ。土手のひねりはめっちゃ難しいです。難しいです。やったら次の動画土手のひねりみたいなの教えてもらってもいいですか？次の動画で、ね、はい、じゃあ土手のひねり、まあ今日はだから、すごい触りの部分で切り返しだけ やりましたけど、はい、まあ参考になるかどうかわからないけど、じゃあ大事なポイントはしっかり球に回転を乗せるスピン量を与える。そうです、ね、とシュートが一番。そうですね、切り返しだけで言ったら下向きを覚えてあげるとかなりいいんじゃないかなと思います。切り返しのマックスだけ最後やりました。はい、めっちゃ薄いですよね。薄いです。でこれを逆に上のひねりでやろうと思ったら絶対無理だ。へえ。スピン量を多くするっていう意味でこれをね、ワンクッションでこの辺に落とすに行くイメージを持つと、はい、上のひねりやったら絶対無理なんで一回上のひねりでやってみます。これぐらいで、はい、まあ、大体これぐらい。はい、これを下の部分、胴点下でスピンをたくさん入れるひねり、もう全然違う。つき方は一緒なんですよね。胴点が違うだけ。胴点が全然違う。だからこういう切り返しに関しては胴点下目下目っていう風にやってちゃんと切り返しのラインを走らせれるようになればいいと思います。まあという感じで今回はめっちゃ触りで切り返しの部分だけだったんですけど、まあ気に入っていただければチャンネル登録とグッドボタン、そしてまたコメントの方よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、お疲れ様です、はい。